マッキントッシュ SE はアップルによって1987年3月から1990年10月まで製造されたパーソナルコンピュータである。このコンピュータはマッキントッシュプラスデザインから大幅な改善を行い、マッキントッシュ2と同時に発表された。オリジナルのマッキントッシュコンピュータに似るが色やスタイリングに多少の違いがある。全身である。 マッキントッシュプラスと比較して SE の注目すべき新機能は以下の通り SE は1機または2機のフロッピードライブまたはフロッピードライブとハードドライブのいずれかに対応するように設計されている市販後のブラケットは SE が2つのフロッピードライブとハードドライブを収容できるように設計されているが Apple がサポートする構成ではないさらに 外部のフロッピーディスクドライブを接続することもできる。そのため SE はマッキントッシュポータブルとマッキントッシュ2と同じく3台のフロッピードライブをサポートできる。増加したラム容量とオプションの内蔵ハードドライブはサードパティ製品の市場を縮小させた。アップルが1989年1月にマッキントッシュ SE30 を発表した後、 SE のアップグレード向けにロジックボードを販売した。シングルフロッピーモデルでは2番目のフロッピードライブに当たる場所にドライブアクセスランプがついている。さらに SE にはプロセッサーダイレクトスロットがあり、アクセラレータなどの拡張カードを取り付けることができる。SE はマイケロマックアクセラレータを使用して 50MHz よび 5MB 以上にアップグレードすることが出る。 過去にはソネットアレグロのような他のアクセラレータも利用可能であった。カードを取り付けるにはケースを開け内部 CRT からの高電圧にさらされるためアップルが認定されたディーラーだけがカードをインストールするよう勧めた。このケースはトルクスネジで密閉されていた。マッキントッシュ SE のロムサイズは最初のマッキントッシュの6 4イトから2 5 6キロバイトに 増加されたため、開発チームはロムに隠されたイースターエッグを含めることができた。SE とマッキント指数は Apple i 以来のキーボードが付属しない Apple 製コンピュータだった。代わりに新しい選択肢として ADB の Apple キーボードや Apple Extended キーボードが販売された。Apple はプロモーションショットや従業員向けのプロトタイプとして 透明ケースを持つ10代のマッキントッシュ SE を製作した。非常に稀なものであり、コレクター間で高価に取引されている。当初、SE は片面倍密度と両面倍密度のフロッピーディスクしか使用できなかった。1989年8月、Apple は 1.4MB の高密度、フロッピーディスクを処理できる、フロッピーディスクドライブであるスパードライブを搭載した。 マッキントッシュ SE FDHD を発表しました。もともと FDHD モデルとして販売されていたが、後にいくつかのマッキントッシュ SE FDHD にマッキントッシュ SE スパードライブというラベルが付けられ、新しいドライブに関するアップルのマーケティング変更に対応した。それ以来、HD フロッピーはマッキントッシュと PC の両方のコンピュータで事実上の 標準となった。アップグレードキットが新しいロムチップと新しいディスクコントローラーチップを含むオリジナルのマッキントッシュ SE 用に販売され、オリジナルを置き換えた。マッキントッシュ SE、FDHD は1990年10月に販売終了とされ、マッキントッシュクラシックが後継手となった。マッキントッシュ SE 内部1988年。 マッキントッシュ SE のロジックボード、ありがとうございます。